鏡の城へようこそ。ここは願いを叶える鏡のある最上階を目指して城内を探検するアトラクションになっております。よろしければどなたかとご一緒にご入場されることをお勧めしますが、誰を誘おうかな。よし、エリーを誘ってみよう。ではチケットをお預かりします。確かにお預かりしました。幻想的な鏡の城の探検をどうかお楽しみくださいませ。これが鏡の城か。テーマパークの象徴ともいえるアトラクションだそうだけど、なんというかすごいとしか言いようがないな。あそこにあるプラネタリウムで幻想的な雰囲気を作ってるみたいね。リベールに留学していた頃に王都のグランセル城を見学したけど、雰囲気それは本当にすごいな。さすが IBC ってところか。そういえばここには願いを叶える鏡ってものが置かれているって話だったな。ええ、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願い事が叶うと言われているわね。聞いた話では城の最上階に置かれているそうだけど。じゃあひとまず最上階まで登って探してみようか。ええ、わかったわ。ここが鏡の城の最上階か。どうやらあそこにあるのが話に出てた鐘みたいだな。鳴らすための紐も左右についているわね。話に聞いていたもので間違いないでしょう。とするとあの大きな鏡が願いを叶える鏡か。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うらしいけど、いざとなるとなんだか緊張してくるわね。それじゃあまずは二人であの鐘を鳴らしてみよう。よし、次は上にある鏡の前に行こう。ええ、行ってみましょう。それじゃ早速願い事をしてみよう。この鏡の前で願いを言えばいいのかな。多分頭の中で願い事を思い浮かべるくらいでいいと思うわ。それじゃやってみましょう。こんなところかな。私も終わったわ。ところでロイドは何をお願いしたの？まあ普通すぎてちょっと照れるんだけど、クロスペルをこれからも守っていけますようにかな。もちろんキアやエリーたち支援課の仲間も含めてね。あなたらしいわね。そりゃどうも。そういうエリーは何をお願いしたんだ？私は父と母が幸せに過ごしてくれてますようにかな。エリーのご両親って？前に話したわね。10年前に離婚してそれぞれ共和国と帝国で暮らしているわ。今も手紙や動力通信で時々連絡を取ってはいるけど、ほとんど顔は見られていないわね。やっぱり寂しいよな。俺も幼い頃に両親を亡くしたけど、兄貴やセシル姉がいたからそこまで寂しくなかったし。私にもおじい様がそばにいてくださったし、寂しいというわけじゃないの。どちらかというと心配っていうのが正しい。
しいかしら。心配？父と母は時々私の近況を心配して連絡をくれるけれど、それが私を置いて出て行ったことを未だに後悔しての行動だとしたら、それはあまりに苦しいことだと思う。あの人たちはとても真面目だから、過去を忘れて生きるなんてことは決してできないタイプなのよね。あれから10年も経ったんだし、そろそろ新しい人生を歩んで幸せになってほしいなって思って。過去を忘れて新しい人生をか。でもそれが正しいとは一概には言えないんじゃないか。分かってる。過去があるからこそ今の私があるわけだしね。でも父と母にはどんな形でもいいから幸せであってほしいなってごめんなさい、変な話をしちゃったわね。いや、そんなことないさ。エリーのご両親の幸せ、俺も願わせてもらうとするよありがとう。一緒に城を歩けてとても楽しかったわ。それじゃあ私はそろそろ行くわね。ああ、また後でな。また。